岩手山登山中、標高1576メートル、雨ざわざわ、レインウェア、上だけ着て登る。朝5時ごろ起きて、電車移動、そして駅から歩き続けて、岩手山登頂成功。山頂から今少し下ったところ、雨がザーザーで風が強い。立ち止まってると凍える状態。風が強くてかなり寒い。雨が降り続けてるし、長くいたら命が危ない。さっさと帰る。
現在12時50分。駅から歩いてきて約17キロ。標高1939メートル。警告解除、予定ルートに復帰しました。かなり風が強く寒い。登山客は3名から5名ぐらいいるだけ。長くいると危険なので、もう帰る。